はい、こんにちは。ということで今日はまた水中作業の動画を撮ってきました。今日やった作業は2つあって、まず1つ目がエントリーロープを新たに1本増設しました。初心者の方だったり講習でも使っていただけるロープになっています。でそちらの、少し微調整のところとどういう風にロープが張ってあるかっていうのも見れますのでご確認いただければなと思います。あともう1つの作業の方は砂地の方に中性浮力の練習用のペットボトルを中層に浮かせてきたので、それの設置の作業になります。水中はまだ雨水の影響で濁りがあるんですが、そんな中、作業をしてきましたのでぜひ見ていただければなと思います。でその他の生物の様子も少し映してますので、この後の水中動画ぜひ見ていってください。早く濁りの影響が回復してくれることを願っていきたいと思います。ということで今日も元気に潜っていきましょう。